角から吉田へ、場内枠、吉田運んでいってマイナスのボール、そして前田だ、残しています。長谷川アリアザスール、そして前田、前田中にカットしてシュートだ、おー斜めの角度から見事に決めていきました。前田です、先制名古屋グランパス。前田が動き出した、そこ狙って浮かしたボール、シュート、ボレーシュートが決まりました、うん、山崎背負って、うん、後ろ前田のシュート、